どうした？いや。どうした？いや。
Thank you.
した？なんかさ、どっかの鏡に立つ猿いって絵とが書いて立つと猿といい時間？十二時神といって昔は干支で時間を分けてたんだよ。立つは八時、猿は十六時、いは二十二時だな。なんでそんなもん。なあ、これプラスチックの。そういや、この役。え、そうなのか？確かではねえけど、さっき見たら掃除。どうした？この瓶見つけたんだけどよ。あ、ちょっとか。お前これ塩酸じゃねえか。どう？え、塩酸？なんだよそれ。持ってたら危ねえか？まあ使い道あんなら別にいいけどよ。まっ。
ごめんね。ユカ、おいユカ、ユカなのか。どうした？いやー、いやだー、ユカー。リン、外に出てろ。いやだ、いやだ、ユカー。リン、早く出ろ。だろ、ユカは。ダメだ。もう体の形を保ってない。どうして、ど死んだのはいつかわからないが、部屋が温まって腐乱が進んだのかもしれない。だから私が余計なことしなきゃ。ちげえ。そうじゃねえ。死んだのはお前のせいじゃ。ユータ、お前へ。お前ら何かあったのか。ユカに何かあったのか。ユータ、実。ユータ。おい、ユータ。破れた。は？破れた。ユータ！ああ！ユータ、おい！ユータ、お前。いや、しゃべるな。今血止めるから。あれ、せたろう。ユータ、シーツかぶせておいたが、食堂には入るなよ。外に助けを呼ぶ。あ？もう嫌だ。友達の死体だって見たくない。ダメだリン、お前この辺の山道歩いたことねえだろ。俺は最初に少し下手に出歩いて、そうなんでもしたら取り返しがつかねえ。お前の気持ちもわかるが、今はこら。お前は休んでろ。今は無理に動かなくていいから。
ゆか、ゆうた、ごめん、聖太郎。すいません、おばあさん。ここの地主の方の家に泊まってるものですが、友人が一人いなくなっちまった。そうかい、そうかい、そりゃ。いや、ですから、一緒に泊まってる友達がいなくなったんです。何か心当たりは？悲しかったろうね、肉か。聞いてます？でもね、もっと。と恐ろしいもんがあそこにはあるのさ。見えるもんより見えないもんの方がよ。
教えてあげようかい。あそこにはね。いいね、よそもんが。なんなんだよ。